はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。さあ今日はバイオハザード2のリメイク版レオン編頑張ってやっていきたいと思います。前回ここでね、鍵を手に入れたんで、この鍵を使っていろいろ回っていきたいと思っております。ちょっと心配なのはね、弾があんまりなくなってることだね。ちょっと弾が足りなくなってきたような気がします。あとはよくわからない歯車で赤い宝石、どこで使うんだろうね。ショットガンの弾、ちょっと頼らないとダメかもしれない。ひょっとしたら。あんまりないからな、弾が。回復薬は意外とあるんだけどね。果たしてどうなるのか、今回は。さあ、行くか。おー、怖え。しかし、前回ひねったこれ、一体何だったんですかね。とりあえず行きましょう。で、あとは、でも行けるルートがあんまないんだよね。燃えてるでしょ？かといって、はしごは戻れないよね。あれ？戻れる？もしかして。あ、戻れないよね、やっぱり。はしごぶっ壊れてるからな。結局、これひねっても、こっからしか水が出なかったんで、ダメなんだろうけどね。あっちに出てくれりゃいいのに。あれ？あっちから出てるわ。あ、消えた、消えた、消えた。お、消化できたやん。いいね。ってことは、こっちから行けるってこと？よし、行こう。念のためね。あ？え？誰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 ？急に。ちょっと、なんの脈絡もなく出てきたけど、変なの。え？何あれ？あ、ちょっと、普通になんかついてくるんですけど。どちらさん？え？なんの音もしないよ。ボス戦の音とかも何もしてないし。え？どうすればいいの？普通に降りてくるんですけど。え、もう実は味方？レスキュー隊？レスキュー隊な感じしないね。レスキュー隊そんな。うわ！ちょっと、なにこいつ何？え、この人何？え？なんか追っかけてくるんだけど。ちょっと待って。ちょっと、助けて。どこ行きゃいいの？え？とりあえず通れるようになったけど、俺こっからどうすればいいんだ？ちょっと待って、とりあえず道は、ある程度わかるから、ちょっと待って、最近、ちょっと、日空いてしまったら忘れてる部分もあるな。金庫あって、メインホール戻れるでしょ？え、でもこっからどこ行きゃいい？ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。落ち着け。俺が開けられるやつを確認していこう。ここ。クラブの、刻印の扉。ここに行ければ、とりあえず、なんか、取れるはず。とりあえず、そこまでは行こう。で、道間違えたらごめんよ。ちょっと全然覚えてない。あ、このまま道なりに行って、階段降りればよかったのか。あ、そう、こういう感じでしたね。下までついてくることはないでしょ。巻いたと思うんで大丈夫。よし。下に逃げよう。何なんでしょうね、あのでけえやつは。おー、びっくりした。おー、怖い。確かここ。あと一箇所、なんか最初の、場所っていうか、最初の、マービンと出会って最初の頃かなに行く途中にあったやつもあったはず。こういうマークのとこ。何があった？何を取ろうとしてたの？ガンパウダー持ってた。押収品報告書。あ、なんか左6、右2、左11。あ、これもしかして金庫？金庫のやつかな？こういう表示ってことは。金庫っぽいな。確か2階にあったはず。2階。あれ？あ、え？あれ？こっちにも来れる。電話だ。どっか助けを呼べないかな。これさすがにこっちから開けられないもんね。あ、ハンドガンの弾。13発も。びっくりした。自分の姿だったのにめっちゃビビったわ。何これ？箱？え？何これ？え、これ何？何か入るの？蓋が宝石で飾られている。あ、赤い宝石繋げればいいのかな？当たり？何が出てくる？
ターズのバッジ？これ一体バッジなんか手に入れてどうすんのこれ。あ、USB ドングル機になるの？バッジ？バッジがそんなことになるなんて。マジか。ってことは、なんか行きたい場所は増えた。もう何もないかな、ここ。何もない。さっきのやついないよね。何の音もしてないから、多分大丈夫。はい、びっくりした。ゾンビの声か。ちょっと待ってくださいね。テレビの音量低いのかな？何の音もしてないから怖い、逆に。ゾンビの声だけは聞こえる。さっきのやつ、巡回してんのかな？もしかして。来てないことを祈ろう。ちょっと待って、行きたい場所増えたな。まず金庫行きたいでしょ？金庫行きたい。もう一箇所の、なんか鍵の場所も行きたいし。あと、どこだっけ？リッカーに襲われた時のなんか、警察署のなんか、みんな、ちょ、なんでいるの？なんでいるんですか？ちょ、待って、なんで追っかけてくんの？この人。ちょっと待ちよ。あ、こっちじゃなかった。さすがについてこない。あら、また復活してる。ドーン。変な人ついてきたんですけど。どうすればいいですか皆さん。僕どうしたらいいんでしょうか。めっちゃ怖いんですけど。見ましょう。ちょっと、マジで変なやつに追っかけられてるんですけど、俺。どうすればいいのこれ。ここから逃げれる？逃げれた。オッケー。まだ追っかけてくる。音が聞こえる。ちょ、待って、なんであいつ追っかけてくんの？俺なんかした？どうしよう。なんか倒した方がいいのかな？ショットガンねじ込んでみる？多分金庫。開けていけるでしょう。ちょっと待って。これだったよな。と、動揺してる。さっきのやつに追っかけられてるせいか。なんか、左6、右2、11、左ね。動揺するな。あ、ちょっと動揺してるわ。あ、ちょっと待って。左6、右2、あれ？ちょっと待って。俺動揺してるわ。ちょっと待って。すごい今、ドキドキしすぎてるわ。あれに。ちょっと待って。落ち着け。左6、右2、左11。6、2、11。6、2、11。6、2、で、11。開いた！オッケー、当たり！これは？マズルブレーキ。組み合わせられるってことかな？ちょ待ってね。これ何が変わった？組み合わせたのはいいんだけど。ちょ待って。何が変わったんだ？跳ね上がりを抑え、命中精度を向上させる。あ、いいですね。それは悪くない。さっきのやつ追っかけてきてるんじゃないかと思うと、ちょっと早いとこ移動した方がいいんじゃないか。弾補充して。ちょっと一応デカブツに追っかけられた場合、ちょっとこのショットガンぶち込んでやる。次やったら。弾合うことないでしょ。今度は、どこ行こうかな。ただアイテムちょっと多くなってきたな。ああ、これも行きたいんだよな。ちょっと待ってね。なんか、アイテムちょっと片付けていこう。回復は1個持っときたいな。ショットガン持ちすぎか。先行手段持ちすぎ。ガンパウダー、いいかな、ガンパウダー。あ、でも2個これであるのか。組み合わせて、うん。これでいいんじゃないかな。うん。これでいい。よし、行こう。で、リッ
ッカー確かここいたと思うんだよな。倒してなかったと思うんで逃げたはずなんで僕。いたら倒す。ここだよね。あったあった。ここ。何があるのここ。これは工具。あ、わかったわかった。これなんかゾンビがなんかいっぱいいた部屋のところになんかこういうのを動かすやつあったね。他は？なんかあるかな。ガンパウダー？え？なんか、嘘嘘嘘嘘、なんてついてきてんの。はっ、ちょ、待って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 、お前なんで来てんの。あ、リッカ、前からリッカ。ちょ、あ、ちょっと今お相手してる場合じゃない。お前を相手してる場合じゃないんだ。すまれ、今相手してらんね。ちょっと前っていうか、前からリッカ、後ろからなんか謎の男。やめて。なんでこんなことに。あ、ここ開かない。まだ来てる。あ、ちょっと待って。あいつ正確に俺の位置追っかけてくるってこと？嘘。やめて。そんなわけのわからない。ちょっとね、今胸痛いんだけど、俺。どうしよう。あと USB ドングルってやつなんとかしたいな。行ってみるか。どこだっけ？ USB ドングル使う方。ここだっけ？どうやって行くんだっけ？ここか。こっちから移動して。あ、なんかもう音聞こえる。やだ。来てほしくない。もう完全になんか鬼ごっこみたいになってきたんだけど。もうあいつ一体何なの？マジで。ちょっと俺が、ちょっとゆっくりやりたいと思ってたのに。え、なんか変なとこ来た。ここじゃないでしょ。あれ？どこだっけ？あれ？どこ？ちょっとわかんなくなってる俺。二階でいいんだっけ？あれ？あれ？俺今、あー、下でよかった感じ？なんか音聞こえるんだけど、まさか来る？ちょ、マジでやめて。来るのやめて。ちょっと急ごう。こっちでいいのかな。ちょっと待って。合ってる、大丈夫。あー、もうあいつに追っかけられてからなんかマップが急にわからなくなった。は？よかったー、慌てていかなくて。あいつに遭遇するとこだったわ。行きましょう。多分ここでいいはず。これかな？開かない。で、これなんでしょ？で？開くと思うんだけど、これで。開いた。でも音でかい。やめて、そういうでかい音は。ライトニングホーク。あ、マグナムだ、やっぱり。ちょ、音聞こえる。何これ。君たちは相変わらずあのオンボロ警察署でムカつく上司のおもりでもしてるのかな。俺か。俺は美女とデートしてきたところだ。彼女の大きな傘の下で何があったかはご想像にお任せするよ。誰だこいつは。ヨーロッパは最高だ。1ヶ月程度のバカンスじゃ全然足りない。半年は戻らないかもな。バリー、あんたはこっちに来ようなんて思うなよ。美女は俺に任せておけ。バリーってあれでしょ、他の外伝の主人公やってたキャラクターじゃなかったかな。違うかな。ジル、クリアから連絡があったら、兄貴は元気にしてるって伝えてくれ。え、クリスなの？え、クリスってこんなことを書くやつなの？なんか意外だな。
クリスの手紙だったのか。なんか音聞こえるんですけど、もしかして来てる？また取れたけどいいのかな、取って。なんかね、その辺に音をしてるんだよ。ちょっと待ち伏せとかそういう感じなの？開けたら左に猛ダッシュで逃げれると思う。行こう。いない。よし。なんかどん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 落としてたけど、どこ歩いてんだろう。ちょよくわかんないけど、来ないうちになんかした方がいいでしょ。多分これ。当たり。え？降りたけど？問題は？ホールドさせて。よいしょ。で、あとこれか。よい、よいしょ。なんか、音がするんです。もしかして、来てます？ダメダメ、来たらダメ。わけのわからんやつが来ようとしている。怖ー、なんか音聞こえるんだよ、どっかから。とりあえず行こう。こっちでよかったのかな。メイン、あ、時計台ある、あるあるある、時計台ある。もうとりあえず早く行こう。もうわけのわからんのに絡まれるのは嫌だ。あ、ちょっ、お、あ、あ、外した。あ、ぶだ。ちょ、もう一回、もう一体見えた。あー、リロードが、リロードが。あ、やめて。あ、危ない。お口にどうぞ。ここでいいのかな。何これ、歯車。あ、これでいいんだ、多分。よくわからないけど、これでいいのかな。あー、でも預けたかったな、いろいろ。え、アイテム取れんの。あ、まだでも使いそうだね。なんか修理業者の作業計画書。はあ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 。とりあえず、まあいいや。え、ここにとりあえずあるんだよね。あの、あ、あった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 。上だ、上行けば取れる。何これ。あ、もう一回。あ、だからもう一個あるんだね、取れたんだね。入らない。え、入らない。え、これじゃないの。え、ちょ待って、どっかで取ってこなきゃいけないとか。まだ、こっちなんかあるってこと？え、でもここまでだよな。え、ハートの鍵、俺がどっかで忘れてるから取りに行けないとか？え、どういうことだろう？どっかこういうとことかに置いてあるってことなのかな？いやー、わかんねえ、わかんねえ。どうすりゃいいんだ、これ。ここは？うわ、ちょっとわかんないんですけど。うわ、なんかこの奥も行けることになってる。ちょっと待って、先に、なんかいろいろ見ていこう。何したらいいの？あ！待って、上行けるわ。気づかなかった。ここ行けるんだ。なるほどね。でもどうやって取ればいいのこれ。取り方わかんない。銃で撃つとか？違うよね。どうやったら取れる？あれ？取れないな。なんかない。お、なんかできる。小さな歯車。え？こ
これどうすんの？小さな歯車取れたけど、代わりに大きなやつはめるとか？あ、はまったわ。はまったはまった。なんか動いた動いた。ってことは下にもう一個小さいやつはめてやればいいってことかな。ちょ、もう何なんだろうな、さっきのやつ。追っかけてくんのやめてほしい。そういうのはちょっと苦手。よし、はまった。当たりだったみたい。ってことは奥の道は一体何なんだろう。なんかアイテムあったのかな。ちょっと見てくるか。これ一体何が起きるの。おーおーおーおお、鳴ってる鳴ってる。ああー、そんな感じなのね。結構強引だね。こう出てきた。よっしゃ。こいつは始末書ものだな。まあいいよ。もう始末書書いても出すやついないよ。出す相手がいない。え、道が分かんなくなった。どこどこどこ、どうやって行けばいいの。あ、こっちか。こっちら辺に落ちたってことだろ。あった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 。これで、多分、牢屋んとこにあったところに持っていけるんじゃないかな。これと同じやつ、前回開けたとき、中身あったもんね。前回か？前回だったか。あれ、どこから開ける？あったあったあった、ここだ。多分電子部品が入ってる。おら、当たり。よしよしよし、いいぞ。結構うまくやれてる感じがある。駐車場のカードキーを入手する。よし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 。いいよ。あとは、この奥だね。この奥が、一体何があるのか。何も出てくれるなよ。あれ、何もない。あ、ガンパウダーの台。こんだけ？あ、こんだけみたい。んじゃあもう、ここ用事なしか。そしたらあとはじゃあ、駐車場のキーを取りに行く感じかな？さあ、行くか。てか、あのさっきのデカブツ、また来てるんじゃないかと思うと怖いんですけど。いないね。大丈夫。ハーブ。他にもゾンビいんのかな？とりあえずこっちいなさそう。で、東倉庫で前開けられなかったドアはこっちから開ければいけるってことかな？意外と良かった。なんか、簡単になんかことが進んでる。ちょっと予想外だったのは変なやつに追っかけられたことぐらいか。もうあいつに会いませんようにしかもう思えないわ。で、どこから戻ろうかな。なんかさっき あいつにここで遭遇したからさ、なんか怖くて戻りにくいんですよね。いいか、でもこっちから。どこにいるかわかんないし。まあ、会いたくないけど、まあ、走って、さっさと行きましょう。メインホール戻ろう。メインホール戻って、戻ってきました。さあ、こっからどうするか。とりあえず、マグナムは、はい。はい、いましたー。そこになんか変な男が立っております。どっか今、マップのこの辺に今見えた。ちょっと待って、俺あいつの姿見るとね、ビビって、どこ行けばよかったかわからなくなる。ちょっと待ってね。どこ行けばよかったんだっけ。駐車場とかある方ってどこだ。あ、ダメだ、マップがわかんなくなってる。そう、ここら辺だよね。この辺に行きたいの、俺は。でも道がわからなくなってる。ここ。あれ？ってことは、あれ？この辺通っていかなきゃいけなかった？ちょっと、アイテム預けた後、ちょっと逃げ回りながら、ちょっと頑張っていきまーす。よし、戻ってきました。
わお、ちょっと待って、変なやつが入ってきた。はい、どうも。おお、ちょっとなんかいっぱい入ってくるんじゃねえのこれ、もしかして。やめてくれよ、そういうのいらないぞ。ちょっと待って、一旦セーブしましょう。さあ、それではやっていきたいと思います。この帽子、まさかあいつの帽子じゃないだろうな。とりあえず逃げましょう。とりあえず牢屋のとこまで移動して、電子部品入れて、とっとと駐車場のキーが欲しいですね。このカードキー多分手に入らず。何も出てくれんなよ。このまままっすぐ突き抜けていけばいいんだな。何回でも忘れてんだろうな、この辺。何も出てくれるな。大惨事になってますね。ワンコのパーティーになってます。さあ、早いとこ、この警察署から脱出したい。ここ、開けて、そう、記憶を辿っていくんだ。そう、確かここを抜けて、でもゾンビ全部倒したから、大丈夫でしょう。よし、ここだ。見つけた。よし、これでいいのかな？え？回転？え？これどうすりゃいいの？あ、なんかよくわからんが。え？パズル的な感じ？俺の苦手、こういうの。苦手なやつ。お？なんかよくわからんが開いた。あー、よかったー。なんかすげえ手こずったんですけど。とりあえず、こいつだ。よかった。やっとこれを。え？なんか持ってる。なんだこれ。ああ、でもそれじゃ、何の説明にもなってないと思うかな。アンブレラが、例の孤児院を支援してるなんて偶然とは思えない。これはアンブレラが設立した奨学金の取材じゃなかった？そんなネタじゃ誰も食いつかない。みんな自由いるぞ。どこでその名前を？しかも町のクソでかい穴ぼこは地下にあるあんたの研究所に吊るしてるんだってな。なあ、研究所？本当のとこ教えてくれよ。もう話すことはないわ。なんかウイルスの話が出てましたね。インタビュー記録。Gウイルスについて知りたいんだよとかって書いてあるな。まあ、とりあえず駐車場のキーさえ手に入れば OK。 ベンのメモ。警察署はもう化け物だらけだ。忌々しいうなり声がここまで響いてくる。だが俺が恐れているのはゾンビなんかじゃない。コードネームタイラント。やつらが極秘に開発した究極の生物兵器だ。まさかあんなものまで出してくるとは。おそらく奴に下された命令は後に証人となる者の抹殺。何を探ってるんだ。さっきのあのデカブツの名前でいいのかな、タイラント。名前だけ聞いたことあるんだけど。は？あー、ちょっ、今こそやるとき。何、なんか音がしたと思ったら開いた。いいのかな。はい、なんでしょう。ダウン。え、効かない。おーし、ショットガン効いた。ダウンした。オーケー。行こう。やめて。いっぱいいる。ちょっと、お前ら相手してる場合じゃないの。ちょ、やめてくれ。マジで。助けて。ちょ、あいつ相手してる暇ないんですけど。まずい。あ、ちょっと。うっそー、やばい、捕まれた。あー、やべえ、これやばいぞ。誰かいる。おお、誰か知らないが、ナイス。倒した？危なかった。絶対今の捕まってたら死んでたね。力が違いすぎる。エイダ、ありがとう。いい加減にして。これであなたを二度救ったわ。ありがとうございます。まさか数えてたとはね。これはゲームじゃないの。うっそー、まだ生きてる。死なないやつばかりね。
おー、これはさすがに死んだか。カードキーは持ってる。これもね。その内容を説明してくれ。それは私が聞いてから。ここを出ましょう。エイダさん、なんかあんまり教えてくれない感じだ。まあ、とりあえずタイランドってやつはあれで終わったんでしょう。さすがに車に突っ込まれた挙句爆発したら死にますよ。よし、これでさあ脱出だ。あー、手震えてんだけど、もうあいつに追っかけられるのも嫌だった。今さ、特に最後やばかった。もう前からゾンビ、後ろからタイラントでいいのかな。タイラント、もう最悪ですね。エイダの話を聞く。簡単な任務だ。さっきのやつ聞いてるね。説明してくれんのかな、俺に。なんか秘密主義っぽい感じがするんで、あんまり教えてくれなさそう。目的の情報はそれか。残念だけど違う。ベンは失敗したみたい。なら君は何を探してる。この混乱を招いた責任者について。それであなたは世界でも救いに行くの。警部補との約束だ。助けを呼ぶ。うまくいくといいわね。マービンとの約束もあるからな。ガンショップ、ここならなんかいろいろ武器、弾とか手に入るんじゃない。ロケランとか手に入んないかな。あれ、そっちじゃないの。え、ガンショップ行かないのかな。ここまで、ね、寄れない。あのガンショップを通るしかなさそうね。あ、ちょうどやっぱり行くの。開けて。あ、すごい。ピッキングまでできんの。開いた。ひどいありさま。ぐちゃぐちゃだ。まあ、混乱がこれだけあれば、そりゃまあ、まずガンショップに行きますよね、みんな。武器も欲しいし、弾も欲しいし。お、手榴弾。ガンショップって手榴弾売ってんの。ロングバレル。ショットガン用かな、これ。ちょっと組み合わせてみるか。あ、なんかでかくならなかった？ん？あれ、パーツ外してみよう。あ、やっぱそうだよね。でかくなったよね。でかっ。何変わった？相談数を8発に増やし破壊力を向上。あ、つけとこう。これは間違いない。他にはアイテム欲しい。よかった、ハンドガンの弾回復してきた。でも俺最近ショットガンの虜。動くな。びっくりした、今。動くなって言ってんだろうが。誰、ここ生きてる人ちゃんといたんだ。まだ銃を下ろしてくれ。うるさい。さっさと向こうを向いて、今来た扉から出て行け。ああ、なんか症状が、目が。黙れ。娘のことはお前には関係ないだろう。銃捨てて。よせ、やめろ。そこをどいて。その子が変わる前に処理しないと。処理だと。俺の娘なんだぞ。エイダ、もういいだろ。エマ、そこを出るなと言ったろ。パパ、ああ、ここにいるパパだ。いいな。あの連中にやられたんだ。家族みんな、あんた警官だろう。なんでこんなことになったんだ。なんで俺たちがこんな目に遭う。なあ、俺たちの天使だったのに。ママ。ママは眠ってるんだ。いいね。そろそろお前も寝かさないとな。エマ。
さっさと行けよ。娘と二人にしてくれ。うわぁ、なんか俺こういう話見ると辛くなってくるなぁ。彼には真実を知る権利がある。違うか？ああ、銃声撃ったのか。何が起きてるのか教えてくれ。こんなこと止めないと。あんな人たちを救いたくて俺は警官になったんだ。私の任務はアンブレラを止めることなの。命がけになる。この町を救うためなら何だってやる。はい、というわけでどうなの？俺セーブポイントあればもうセーブしてやめたいんですけど今日結構長い時間やってるような気がするんでね、なんかもう胸が痛い。アンブレラ社を知ってるの？ここはもうやっぱ開けられないよね。生物兵器を研究してた。お話聞きながらか。できれば俺セーブしたいんですよ。今の状況も説明がつくな。セーブポイントないよね。ない。行こう。あー胸痛い。さっきのタイラントってやつのせいだわ。アンブレラの科学者でウイルスをまいた張本人よ。アネット・バーキンね。張本人、まあその人が開発者ってことか。よし行こう。アネットはこの先にいる。なるほど、下水道か。そうよ、下水道。お先にどうぞ。ああ、どうも。いや、俺先じゃなくていいよ。やだな、行きたくない。全くもって行きたくない。セーブポイント、セーブポイントは？もう僕セーブポイントでセーブしてゆっくり休みたいんですけど。よかった、ついてこないかと思った。何お前先に行かせてんのって。科学者がこんなところにいるのか。どっち行きゃいいんだ。こっちは塞がってるな。こっちだな。おいおい、下水は公共のものだ。いきなりゾンビは嫌だぞ。こんな場所を使える。企業国家アメリカへようこそ。アンブレラは長年ラクンシティを牛耳ってきた。結構暗いとこだな。どっちだ。特に変なものはいないな。意外とセーブポイント。なんだよ。びっくりした。何が落ちてきたと思ったわ今。こっちはいけないし、こっちか。ここね。ちょっと待って待って。なんだあれは。油断するなっていうか、何が出てくるか分からないって。もう今見えた見えた。何か分からないけど怪獣のようなものがいたぞ。え、これどこ行けばいいの。こっち行けない。こっち、あ、こっちだわ。あ、私のお家。セーブポイントだ。よかった。今回ここまでにしたいと思います。もう胸が痛いし、もうちょっと長時間のプレイでね、私の心臓がもうやられてるんで、今回はここまで。次回この下水道の先。もうちょっと待ってよ。今でかいの通ったところのすぐそこを通らなきゃいけないのかよ。ほんとかよ。はい、というわけでここから次回やっていきたいと思います。またよかったら見に来てください。まあ割と今回スムーズにいけたんじゃないかな。はい、それでは皆さんおやすみなさい。